こんにちは、スプライトライダーです。今回は、SR の方にですね、このグッズの、マフラーを、取り付けしていって、どのくらい、マフラーサウンドが変わるのかっていうのを、紹介していきたいなと思います。それじゃあね、まずマフラーを変える前に、まずノーマルマフラーがどういう音なのかっていうのをちょっとエンジンかけて、まあ、比較できるようにね、まずエンジンを、このノーマルマフラーがついたままでエンジンをかけてみようと思います。それではかけていきます。一発でかかるかな。せーの。ノーマルマフラーサウンドは、まあ、こういった感じですごい静かでね、こうゆっくりとことこ走れる感じの音なんですけれども、これをグッズのマフラーに変えたらどうなるのかね、すごい楽しみです。はい、はい。まずはエキパイとマフラーがつながってるここのバンドですね、ここを外していきます。結構硬い。はい、続いて、ここマフラーが止まってるこのボルトを緩めます。カット。はい、続いて、緩んだら反対側に回って、ここですね、ここのネジを外していきます。さっきのとこは17ミリですね、今回は12ミリあれば外せます。ここを緩めます。傷つかないようにこうウエスかなんか引いてやった方がいいのかもしれませんね。抜ける、もう少し。うわー、抜けた。うわ、結構重てえな。抜けました。純正マフラー外れました。純正のマフラーからこのステーを外して、グッズのマフラーの方につけて使います。はい、さあ、それではね、純正マフラーを引っこ抜いたので、このグッズのマフラーを取り付けしたいと思います。液体ガスケットとか、まあ、塗った方は本当はね絶対いいんでしょうけど、まあ、仮付けも兼ねて今回はちょっと液体ガスケットの方は塗らないで取り付けしていきたいと思います。もうご覧の通りね、もうかなりね、軽純正に比べたらすごくコンパクトになりました。反対側がね、このように、フリーになります。で、僕気づいたんですけどね、外すとこ間違えたかな。まあ、ここから外してもいいとは思うんですけど、結局ここいらなくなるんですよ。これ外して、代わりに、こちらちょっと別売りになるんですけど、センタースタンドストッパーってやつですね、これ。はい、で、これは何かというと、センタースタンドがビヨンって戻った時に、もう今ここがフリーになって当たる場所がなくて、なんかね、どっか傷ついたりするみたいな話を聞いたので、別で買って、これをつけて、これがそのスタンドを支え、センタースタンドを支える、役割を果たしてくれます。さあ、というわけで無事マフラーの方が取り付け完了しました。このグッズのマフラーサウンドを皆さんに聞いていただきましょう。せーの。変わりすぎじゃね？すごくコンパクトにもなりました。そして音はもう最高です。はい、というわけで、純正マフラーからグッズのテーパーコーンマフラーにね、交換していったわけなんですけれども、作業の方はね本当に簡単でね、短時間でマフラー交換はできると思います。まあ、どうしても撮影をしながら作業していたのでちょっと時間はかかってしまいましたが、普通にね作業する分には本当に短時間で
まあ、このスリッポンのマフラーですけれども、スリッポンのマフラー交換に関しては、短時間でね、簡単に、できるかなっていう印象です。このグッズのね、マフラー、テーパーコーンマフラー気になった方いましたら、詳しくは概要欄の方に、ホームページ、メーカーさんのホームページを載せて、おきますので、そちらからご確認していただけると幸いです。それからあくまでも、これ自分で取り付けしたりする場合はですね、自己責任で、作業の方は行ってください。いやー、しかし綺麗だね。改めて40周年アニバーサリー SR は非常に、タンクとかもね、非常に綺麗で、この外観も崩さずに、まあ、まとまったんじゃないかなと、思います。はい。というわけで今日はこの辺でお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではまたー。